僕にとっても本当に貴重な経験となりました。日本時間の11月17日にディズニープラスで配信された大谷翔平選手の独占ドキュメンタリー映画、3月に行われた WBC での裏話や二刀流として成功を収めた今に至るまで、さまざまなターニングポイントの裏側が特集されているとあって、日米を問わず大盛り上がりとなっています。中でも特に注目を集めているのが、これまで大谷選手が決して明かしてこなかった同作でしか聞けない本音。今や野球界のトップに君臨したと言っても過言ではない大谷選手ですが、今後の展望を含め野球界についてどのように考えているのでしょうか。豪華出演メンバーが大谷選手を語る。メジャーリーグのエンゼルスで唯一無二の二刀流選手としてプレーを続ける大谷選手、 WBC や MLB オールスターでの活躍も記憶に新しく、日本を代表する世界的スーパースターに成長しました。そんな大谷選手への6時間以上のロングインタビューが実現した翔平大谷ビヨンドザドリームは、幼少期の頃から二刀流の選手として成功を収めた今に至るまでの様々なエピソードが取り上げられています。大谷選手はもちろん、他にも縁のある選手や監督などが出演しており、これまで決して明かされることがなかった貴重でディープな話を様々なテーマに沿って聞くことができる内容となっています。世界一となった今だから聞けるメジャーに移籍した時の気持ちや、 WBC でも強い絆を見せた日本人選手に対する思いなど、本作を実現するため特別に許可を得て撮影された数々の練習や試合映像が盛りだくさんの内容に、ファンからはマジでディズニープラスに入っててよかった、幸せでしかない、話す大谷さん、笑う大谷さん、特に食事を楽しむ場面の大谷さんが最高だったなど、 SNS を中心に喜びの声が聞かれています。これまでも NHK スペシャルのドキュメンタリー番組に出演したりと、世界中に野球を広めるため積極的にメディア出演に協力してきた大谷選手ですが、ただでさえ忙しすぎる二刀流を続けながらの映画出演に対し、一部ファンからは今後はあまり無理はしてほしくないといった意見も。非常に満足度の高いディズニープラスの独占ドキュメンタリーですが、クオリティが高いだけに大谷選手の体やメンタルを心配する声が上がっているようです。今作では大谷選手の一日の流れを切り取って編集するだけでなく、わざわざ時間を設けてインタビュアーの質問に答える場面が数多く取り入れられているのですが、こうした時間を作るくらいなら睡眠に当ててほしい、大谷さんはサービス精神がすごすぎる、長時間ずっと喋ってるじゃんなど、ファンからは様々な意見が上がっています。そんな中、同作で注目を集めたのはダルビッシュ選手や松井秀喜氏など、大谷選手の野球人生に強い影響を与えてきた人物たちのシーン。今や野球を知る人にとって知らない人はいないほどの影響力を持つ大谷選手に対し、一体何を語ったのでしょうか。貴重なエピソードの数々。本作ではこれまで僕自身が経験してきた様々な出来事についてお話しする機会ができたこと、そしてお世話になった方々の本音を少し伺うことができて貴重な経験でした。同作品についてこのように振り返る大谷選手。お世話になった方々に対して、本当に2つできると思っていましたかと大谷選手がからかうように問いかける場面からシーンが切り替わるのですが、そんな問いに答えるのは松井秀喜氏やダルビッシュ選手、そして日ハム時代から関係が続く栗山秀喜氏などなど。松井秀喜氏はかねてより大谷選手がずっと目標にしてきたという憧れの人物。そんな松井氏にとって大谷選手の挑戦は当時実現不可能だとも思えていたそう。今や二刀流として大成功を収めた大谷選手に対し、今までいなかった選手、毎日投手も野手もやるのは百何十年の歴史で存在しませんでしたからね、なぜその発想がなかったのか、彼のレベルくらいできたかはわからないけど、巨人で言えば斉藤正樹さん、桑田真澄さんとか、そういう発想がなかったのは野球界の怠慢だったのかもしれないですね、と語り、広い視野を持つことの大切さを感じたと述べています。さらに高校を卒業後、当初はメジャーへの挑戦を表明していた大谷選手ですが、主張を180度変えて日本のプロ野球界に身を投じたことについては、小さい頃からずっとメジャーで野球をしたいと思っていましたからね、
高校生からのメジャー挑戦は初めてでしたし、日本ハムから評価をいただいたことは嬉しかったですけど、最初の気持ちは変わらなかったと思います。長く活躍するためにはアメリカへ早く行った方がいいと考えていましたけど、山田さんから資料をもらって考えが入団に傾いていきましたと当時を振り返っています。まさに本作でしか聞けない貴重なエピソードの数々ですが、忙しい合間を縫ってまでドキュメンタリー映画に時間を割くのは一体どんな理由があってのことなのでしょうか。大谷選手が考えるメディア出演の意義。大谷選手の紡ぎ出す貴重な一言一言を繰り返し何度でも体験することができる翔平大谷ビヨンドザドリーム。配信前から注目作品ランキングにランクインし話題を呼んでいますが、ただでさえ投手打者両方の練習をこなし忙しい毎日を送るだけに緻密なスケジュールの連続だったことが想像できます。大谷選手が考えるメディア出演の意義とは何なのか。日本ハム時代から大谷番として現場で取材するスポーツ日本の柳原直之記者は次のように述べています。大谷君はすぐにメディア対応に慣れていったという印象があります。プロ 2,3 年目のオフだったか、大谷対記者2人という今では考えられないほど少人数の囲み取材があった時のことですけど、自分の記事を見ると僕が質問を投げかけると、ヤフーで見ています、どの記者の方がどんな記事を書いているか見ています、この人にこれを言うとこういうことを書くんだってといたずらっぽい笑みを浮かべていたのが印象的でしたね。自分の記事には興味がないように見えていたので少し驚きました。大谷君は聞かれた質問以外のことには答えません。目標など具体的数字に関しても極力答えないようにしている印象を受けます。一番は発言の影響力を考えてのことでしょうが、打てた理由、抑えられた理由をそう簡単にメディアに論じてほしくはないのだと思います。答えは一つではない、それが野球というスポーツへの敬意だと解釈しているのでしょう。さらにメジャー挑戦以降は野球の国際化に向けての活動に積極的だとも言われています。米メディアフォックススポーツの取材にて、野球はアジアなら日本や韓国、台湾とかですかね、西洋圏では北米と南米圏では人気ですけど、世界的な普及という点では野球が人気ではない国も多い。それはもう世界的にどの国でも普及してくれれば嬉しいですけど、簡単にできることではないと思う。少しずつなのかなとは思いますし、そのためにできることがあれば、今年もヨーロッパで試合がありますけど、そういうのも増えてくればもっともっと世界的に広がるのかなとは思ってますと野球の普及について思いを述べています。今回のディズニープラス独占ドキュメンタリーも野球の普及活動につながれば嬉しい、そんな風に考えて出演したのかもしれませんね。全ての行動には意味がある。2023年、本塁打王をはじめシルバースラッガー賞などあまりに表彰されすぎて何冠を達成したのかも判然としない大谷選手。来季シーズン開幕に向けてリハビリに励むため今年は日本に帰国しないともささやかれていますが、そうなるとバラエティ番組やテレビ出演もなく、大谷選手をめぐる報道は鳴りを潜めるかもしれません。メジャー選手はオフシーズンに各企業とスポンサー契約を更新したり、自身のブランド力を高めるためテレビ CM などに出演する選手も多いですが、この時期は大谷選手にとってリハビリに集中できるかけがえのない時間とも言えます。野球の普及のためにメディア出演する一方、自分にとって必要なことや来季プランを綿密に立てて行動する、全ての行動に意味があるというのも大谷選手がここまでの大成功を収めた秘訣と言えそうですね。今回のディズニープラスによる独占ドキュメンタリーはアメリカでも放映されますが、連日のように翔平大谷の番組がテレビで放送されているだけに注目度は高いと言われています。早速視聴したファンからは、ツーウェイの誕生秘話が知れてよかった、日本の環境が羨ましい、大谷の生まれ育った地に行ってみたくなったよなど SNS を中心に称賛の声が寄せられています。仮に今回の映画が野球が人気ではない地域でも好評だった場合、再び世界的に有名なディズニーの協力のもと大谷選手の独占ドキュメンタリーその続編が出るかもしれませんね。多くの人々から実現は不可能と言われた二刀流を体現し、文字通り歴史を作り続けている大谷選手、来年は節目の30歳となりますが、これまでとは違い
打者に専念すると言われているだけに、今後もその動向からは目が離せません。皆さんは大谷選手の独占ドキュメンタリー映画についてどのように考えていますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。